び人、今の聞いたか？召使いとリネたちが決闘するって。どうすればいいんだ。もし負けたら、あいつら処刑されちゃうぞ。って、何考え込んでんだよ。クリーブに、ちゃんとお別れを告げたくないの？憤怒は衝動を引き起こし、干渉はためらいを生むからだ。召使いがわざと負けてくれたらいいけど、あの表情からして手加減するつもりはさらさらないみたいだぞ。普通お客さんがいるときに家庭内のトラブルが暴走することはなかなかない。必要なとき、君たちが最も適切だと思う選択を持ってハウス・オブ・ハースを一度だけ助けるというものだ。どうしたんだ？おい、どこ行くんだよ！旅人？許可しよう。ちょうどここを決闘場にすればよさそうだ。君たちに望むのはただ一点、武器をしっかりと握り全力で戦うことだ。油断すれば命を落とすことになるぞ。こんな気の抜けた攻撃を教えた覚えはない。ウズヨン、トッ！はい！こんな気の抜けた攻撃を教えた覚えはない。頑張って。この燃え上がる炎で君のもがく様を見せてくれ。ここよ、こちらに注目。こい、剣を振らないといけないな。少しはまともになる。君のもがく様を見せてくれ。いや、はこの燃え上がる炎で、こんな気の抜けた攻撃を教えた。お父様の動きをよく見て。闇来たる破滅の時が、カウントダウン開始だ。
身を寄せられる雲の糸はどこにもないぞ。無駄な抵抗はやめろ。逃しはしない。この燃え上がる炎で剣を振らないといけないなんて。無駄な抵抗はやめろ。逃しはしない。今だ。いいだろう。私に挑む資格を認めてやる。注目。回って。漠然と逃げ惑う。囚われおのの獣の群れのようだ。無駄な抵抗はやめろ。逃しはしない。焼き尽くした刃。さあ、見届けるといい。見て。タンパ到来。せ、いや。大丈夫。準備。フェルス。タンパ到来。これで君の本心を覗けるか。お父様の動きをよく見て。気をつけて。ちょっとしたトリック。こちらに注目。実月が終焉を迎え、滅亡は繰り返される。無駄な抵抗を。今だ。ここよ。すべて一箇所に固まらない方がいい。知っています。頼んだ。ごめんなさい、お父様。己の力のなさを謝るのか。抜け出したのか。予想よりも少し強いような。
体が動かない。だが私にはまだ勝てない。クリーブ、影の下でハウス・オブ・ハースに抗い続けてきた君に、私は執行官召使いとして処罰を通告しよう。君をハウス・オブ・ハースから追放する。君は家から離れ、ここのルールにも縛られなくなる。はあ、私家から離れられるの？はあ、私もあなたたちから聞いた外の世界を見られるの？忘れてた、もう大人になれないんだ。でも大人になったあなたに会えて本当に嬉しかったよ、ベルベーレ。元気でね。じゃあまた。ああ、来世で会おう。